どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画ではミニマリストじゃない彼女と同棲をしている僕がどういうふうにそのミニマリズムのライフスタイルを送っているのかっていうのをシェアしていきたいと思います。でもその中でも細かく細分化したらいろいろテーマがあると思っています。なので今日は何をシェアしようかなってことなんですけども、あ、そうそう、なんか動画だったりライブ配信のコメント欄で定期的にいただくそのコメントというか質問があるったんです。でそれ何かっていうと、そのミニマリストじゃない彼女さんと住んでいる割にはもの少ないですねっていう、そういう質問なんです。でも実際はですね、ちゃんとものはあります。そう、結構いっぱいあります。ぶっ込みスペースにぶっ込んでそれに蓋をして隠しているだけなんですけども、そう、結論はそうなんです。ごちゃっとしたスペースだけを見せるっていうのは正直なんかその恥ずかしいんです。シンプルに恥ずかしいです。パートナーがミニマリストじゃないとなんか全然やっていけませんっていうことではないので、そう、それをちょっとお見せしたいなと。メッセージとしてはそこをお伝えしながら、そのミニマリストじゃない彼女と同棲をしていながらのその共有部分のルームツアーみたいなことをやっていきたいと思います。それではまず最初に家の入り口、玄関からやっていきたいと思います。まず玄関に入ると左手にこういうでっかい棚のようなものがあります。でこの中には、こんな感じで靴が入ってます。でこちらも彼女の靴が入ってます。でこちらの、はい、こちらも彼女の靴が入ってます。じゃあ僕の靴どこにあるのかっていうと、ここに入ってます。下からチェルシーブーツ、そしてサンダル、そして、スニーカーとちょっとおしゃれな靴が入ってます。でこちらに傘があるんですけども、こちらの傘は彼女のものです。で僕は無印さんから出ている折りたたみ傘を使っているので、ここにはありません。でここもう一つ下に行くとですね、こちらはお掃除道具になってます。靴を掃除したり玄関を掃除したりするための道具がここにぶっ込まれてますという感じですね。はい。でその左手に行くとですね、こちら、はい、ここにも棚があるんです。ここは何が入ってるかっていうと、こんな感じで、はい、ぶっ込みスペースです。ですね、ここは何でしょう、これ。もう僕もよくわかんないです、ここは。で、ここには、こういう、お掃、何でしょう、これ、シャンプーだったり、ハンドソープだったり、あとは、クイックルワイパーだったり、あとは、使い古しのタオルを、こう、雑巾にして、ここに保管したりしています。でこの下に行くと、ここも本当にぶっ込みスペースなんですけども、例えばですね、こういうアイロンかけるやつ、アイロンかけたり、あとは、加湿器の中に入れるちょっとしたアロマだったり、あと輪ゴムですね、輪ゴムもありますし、あとこれは毛玉を取るためのアイテムだったり、まあ、こういったものがもう本当にぶっ込みスペースとして、うん、とりあえずここにあるという感じです。でこの下に行くと、僕のですね、この税理士さんとやり取りとか、まあ、税金確定申告をするために必要な書類たちっていうのがこう入ってます。はい、そんな感じですね、ここは。はい、玄関は以上です。でこうやって玄関に入って左手にですね、こちらの洗面スペースがあります。こちらは洗濯機がありまして、この洗濯機の横にですね、このクイックルワイパーの大元のやつと、あと洗濯物を取り出した時にそうこうやると開くっていう結構便利アイテムなんですけども、そう、重さで紐が切れてしまいましたという感じで、そうこれ確かどこでしたっけ、100均じゃなかったと思うんですけども、なんか300円ショップみたいなところで買ったそうです。はい。でその右手、こちらが洗面スペースで、まあ、一見見るとこうすっきりしているように見えるんですけども、でもここの中がですね、こんな感じでぶっ込まれてます。はい、ごちゃーみたいなはい、ごちゃーみたいな感じですね。そうで、この左側にはここにこう洗濯物を入れておくっていうやつです。で洗濯物がたまったりとか、その日の夜になったらここから取り出してこう洗濯物に洗濯機にこう放り込むという感じでやってます。よいしょ。でその右側に行くとお風呂スペースがあります。でここにも基本的に物が
ないんですけども、あ、ちょっとこういう掃除道具はありますけども、そうこんな感じです。じゃあシャンプーとかリンスはどうしてるのかっていうと、またこちらのですね、この部分です。はい、この部分です。これが、僕と、まあ、彼女が使っている洗面セットみたいな、そうこうやって出して、よいしょって出してきて、こう置いて、でここで使って、で使い終わった後はこういうのをこうよいしょと、そうちゃんと水気を拭いたりとか乾燥させた状態でこの中に入れて、こうやってしまうという感じですね。はい、これでこんな感じでやってます。はい、で終わりましたので、次はこの廊下を通りまして、でそうするとこちらに扉があります。この中には、はい、こんな感じでトイレがあります。でトイレスペースにはこちらスリッパがあるぐらいで、他は基本的に何もありません。なんですけど、この中に、大体ぶっ込んでるって感じですね。でこの部分に、彼女の生理用品とかありますので、ちょっとここら辺はお見せできないんですけども、はい、右側こんな感じになってます。はい、トイレットペーパーだったり、あ、ちょっと肌思いがちなみにしちゃってますね。はい、でここに掃除道具、トイレ用品の掃除道具っていうのもあります。はい、こんな感じで、そういろいろあります。で結構このトイレットペーパーとかもストックしてますね。はい、よいしょ、あんまりここに関してはコメント少なめですけども、こんな感じで、はい、すっきり見せてるんですけども、実はここに全部ぶっ込んでるっていう感じです。はい、トイレは以上です。でその後ですね、こちらリビングの方に行きます。リビングはこんな感じになっていて、広さ何畳だったかちょっと忘れちゃったんですけども、はい、まあ、こちらがリビングスペースです。でリビング入ってすぐ左手にこちらの電子レンジがあって、オーブンがあって、そして冷蔵庫があります。で冷蔵庫も相当中身汚いんですけども、一応ちょっとちなみにするとこんな感じで、はい、ぶっ込むだけぶっ込んでますという感じですね。でこちら右に行くとキッチンスペースがあります。キッチンの部分で目に見えているところっていうのは、まずこちらお手拭きですね。でここは何かっていうと、ここにビニール袋をこうかぶせて、それをゴミ袋にするっていうことです。はい、で、その日のうちに捨てたりとかしてます。でこれは台布巾で、ここにあるのがまな板、丸太でできたまな板なんですよ。そうおしゃれだなと思ってニトリさんで買ってきたんですけども、そう丸太のまな板で、これが食器を洗う洗剤とスポンジ、そしてこれがハンドソープです。ちょっとブランド名とかよくわからないんですけども、こちらにあります。でここに炊飯器が出てるんですけども、これはこの撮影編集が終わった後に食べようと思っているので、この炊飯器を出してます。じゃあ普段は閉まってるんですけども、どこに閉まってるかっていうと、この部分に閉まってます。はい、こちらはですね、何でしょう、これ電気ケトルがあって、でこの部分に炊飯器が収納されてます。で裏側にあるのがその洗剤たちのストックになります。はい、こんな感じでぶっ込んでます。でその右側に行くと、こちらもかなり汚いのでちょっと覚悟してほしいんですけども、こんな感じで掃除用具だったりフライパンとかっていうのがまあいろいろあります。そう、もうちょっと上手いやり方は絶対あると思うんですけども、今はこれで落ち着いてるっていう感じですね。で裏側に行くとまた洗剤のストックがあるという感じです。はい、そして右側に行くと、ここもここでまたぶっ込みスペースなんですけども、こんな感じで、食材だったり、なんて言うんでしょう、こう細かいシナモンとか、なんか水だったりごま油だったり、そういう食べれるけどもストックみたいな、そういうのがあります。でこの右側に行くと、これは調味料スペースになっています。まあこれもちょっと統一感がなくて、もうちょっときれいにできるとは思うんですけども、まあとりあえず隠せているので、そうこんな感じで今いいかなという感じです。なのでまあとりあえずもう全部しまうだけしまっているので、基本的にはすっきりしているのかなという感じです。そしてキッチンの向かい側には、こちらのローテーブル、ラグマット、そしてテレビのくつろぎスペースがあります。このテーブルの詳細に関しては、過去の動画を見てくれたら嬉しいです。でこちらテレビがあるんですけども、僕は基本的にテレビはもう見ないです。彼女が見てるんですけど、その時にこう混じってついでに見るっていう感じですね。はい、でこの向かい側にこちらのまだでっかい棚があります。はい、ここにもですね、相当いろんなものをぶっ込んでます。衣類だったり、あと彼女のものっていうのが全部ここに
ぶっ込んでます。はい、で例えばこうやってみると結構ありますよね。でこんな感じで、まあ、ここが僕の上着スペースです。でここ、まあ、最初僕は上着なんかもう1着2着3着ぐらいをこうずっと着回せればいいじゃんって思ってたんですけども、ただやっぱ TPO にわきまえた格好っていうのもまず必要になってくるだろうということで、そうちょっと増やしました。はい、で、こちらが洋服スペースなんですけども、まあ、ちょっとどこまで見せていいかわからないのでちょっとあんまりお見せできないです、すいません。そうで、あとこの下に行くとですね、僕が阿佐ヶ谷で使っていた家具をそのままこのスペースにぶっ込んでこの彼女のスペースにしたっていう感じですね。でこういうお掃除道具なんかもここにとりあえずぶっ込んでるっていう感じです。そうあんまり自慢できるものじゃないのでもういいでしょう。それでは次に隣の部屋に移ります。こちらはですね、6畳の寝室になります。はい、で物は基本的に全部こっちに寄せてるっていう感じです。例えば入ってすぐ右側にこちらの僕の仕事スペースっていうのがあります。棚の一部を仕事スペースにしてるっていう感じです。そう、まあこれがあるのでその机とかその仕事用の机っていうのを出す必要がないっていう感じですね。でここの左の部分にこの洗濯物があるんですけども、これ外に干そうと思ったらそのガスの粉塵とかでかなり洋服が逆に汚くなっちゃうので一応部屋干しをしているっていう感じですね。そうでたまたまですね、 なぜかここのスペースがこうポコって空いているのでこのスペースを使って物を洗濯物を干してるっていう感じです。なのでそれ以外は全部この中にぶっ込んであります。本当はこうやって隠してで仕事をするときにこうバーッと開けてでこうやってこんな感じで仕事ができればいいんですけども、ただこの椅子のおかげで長時間その仕事に集中できてるっていうのがありますのでこれは変えられないんです。そうなのでまあこれは置いといてます。そうでまあこっちにぶっ込みスペースがあるわけなんですけども、はい、こんな感じです。こんな感じです。いや見せるのめちゃくちゃ恥ずかしいですけども、そうこんな感じで普通にいろんなものがぶっ込まれてますよっていうことです。この上の部分には夏使っていたもので冬使わないもの、まあ、要するにその衣替えをするときにあそこのスペースに入れてます。はい、そんな感じです。はい、そんな感じで紹介してみましたけどもいかがだったでしょうか。僕がミニマリズムなライフスタイルを送りたいからといってそれを彼女に押し付けるってことは一切してません。ですし共有スペースだったり先ほどの洗面台とかの下のこのスペースがごちゃごちゃしていたとしても、まあ、あんまり気にならないです。うん、でもそれよりも僕のその仕事のスペース、その仕事空間、仕事集中するための空間がごちゃごちゃしていたらめちゃくちゃ気になります。なのでそういったところはちょっとごちゃっとしたなと思ったらもうどんどん捨てたりするんですけども、仕事に集中してたりとかそのやりたいことだったり夢にフォーカスできていれば全然いいんです。そんな感じで そのためのミニマリズムって感じで僕はやってます。で僕自身その家族に対して前はそのどんどん捨てろって自分のミニマリズムを押し付けてギューって押し付けていたんですけども、でもそれよりもその時はもう全然意味なかったです。じゃあいいやでも自分だけが楽しめばいいやって言ってもう家族に何も言わなくなったんです。でそしてでもうただ自分がひたすらミニマリズムで身軽な感じを楽しんでればいいやっていうふうにやってその姿を見せていたらですね、もう家族がどんどん捨て出したんです。そう紙袋も捨てましたしぬいぐるみも捨てましたし洋服もどんどん手放すようになってたんです。そうなので、まあ、僕はその押し付けるのではなくてやっぱ自分がやってることを、まあ、ただひたすら見せていくっていうのが、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、別に相手を変えようと思ってないですけども、ミニマリストじゃない彼女と同棲をしたとしても自分が少ない持ち物で囲まれでこだわりのアイテムで囲まれてで自分は目標だったり夢にフォーカスをしていればそれでいいんじゃないかなっていう感じです。伝えたいことは以上だと思います。あとなんかこうまたあこれ伝えたかったみたいなことがあったらまたそれは動画でしてシェアさせてもらいます。はい、ということで今回のお話がちょっとでも面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合はグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら大変嬉しいです。はい、そんな感じですね。まあ、ちょっと今回恥ずかしい部分いっぱいお見せしましたけども、もう見せないと思います。はい、また引き続き、皆さんと一緒にこう、やりたいことだったり、夢だったりに、目標にフォーカスをして、そしてどんどん達成していて、どんどん皆さんに身軽になっていきましょうということで、はい、これからも発信を続けていきます。ということで、今回も動画をご覧いただき、ありがとうございました。